平成4年台風第10号は1992年8月に九州に上陸した台風である。進路図8月4日にグアム島の再開場で発生した台風10号は勢力を強めながら北上し八角時半頃に強い勢力で熊本県玉名市付近に上陸した。その後は九州北部、津大どを経て同日13時過ぎに 山口県宇部市付近に最上陸。後に中国地方西部から日本海へと進み、9日に秋田県沖で温帯低気圧に変わった。この温帯低気圧は10日にかけて東北地方から北海道東部を通りオホーツク海へと進んだ。この台風と低気圧により、九州から四国にかけての山沿いで飛行水量が300から400ミリメートル、九州。 四国、中国地方の平野部で飛行水量が200ミリメートル前後となるなど大雨が降ったところがあった。北海道では南部を中心に9日の飛行水量が一部で200ミリメートルを超えた。また、鹿児島県枕崎市で最大風速秒速33.0メートルを観測するなど南西諸島から西日本にかけ最大風速が 秒速20メートルを超える暴風となった。8日には、鹿児島県の里岬で6.68メートルの湯岐義波坑を観測している。この台風により死者2人、負傷者81人の人的被害が確認されたほか、重火前回47棟、半壊157棟、床上浸水204棟、高地被害4802ヘクタール、船舶被害47隻 被害総額740億円などとなっている。ありがとうございます。